コボルトは、ドイツの民間伝承に由来する醜い妖精、精霊である。16世紀頃のドイツで、鉱山に、時々発見される、熱するという毒ガスを吐く鉱石について、コボーリーと呼ばれる妖精が、銀や銅を抜いたものであるとされた。あと、この伝承がイギリスに渡った際、その石は、ヒ素や銀、銅を含んだものであると解釈され、さらに後の18世紀、 そこから生成された物質が原子番号27の金属元素に制定されるにあたってその名をこの妖精の中からコバルトとしたパイプを吹かすコボルトアンナ・フランクリンによればドイツ、デンマーク、オーストリア、スイスで言い伝えられている精霊である彼らはミルクや穀物などと引き換えに家事をしてくれたりもするが贈り物をしないままだと住人の人間にいたずらをして 遊んだりもする。また、一度送り物をもらったコボルトはその家から出て、行ってしまうと言われる。ローズマリエレン・グリーによれば、コボルトには、イギリスのボガートやブラウニーのような、家に着くものと、ノッカーやアメリカのトミーノッカーにあたる、鉱山に着く者がいるという。最も一般的なイメージは、時に手出す消してくれたり時にいたずらをするような家に、住むコビトたちというものである。 もう一つあるコボルトのイメージは、行動や地下に住み、シワの寄った小さな顔で、尖ったフードのついた服を着たノームにより近い姿である。A フランクリンは、身長60センチメートル、緑か濃い灰色の肌をして、毛がふさふさとした尻尾と毛深い足を持ち、手を持たないという姿で、三角形の帽子に、先の尖った靴を履き、赤か緑色の服を着た姿であるとし、 他に、子供や猫という形もあると言っている。また、大笑いしている、小人の形をした人形があったとし、マンドレークの根やげの木で、コボルトの像が作られたという。水木シュゲルは、ある女性の家へ、煙突から炎の形で現れ、火事をなした、通いのコボルト伝承を紹介している。コーボルト、とも表記する。コボルトはドイツ語で横島な精霊を意味し、 英語ではしばしば、ゴブリンと訳される。アンナ・フランクリンは、コボルデ、コバルト、キャロル・ローズは、コ・ベル・コベルトという呼称を紹介している。また、ローズマリー・イコール・グリーは、ハインザ・メンケン・バルターと呼ばれるものが、A ・フランクリンは、ガルゲン・メン・ライン、オア・ラウネ、グルックス・メン・ヒエン、アー・レリュン・ケン、アル・ラウネ、C ・ローズは、キメ・ケン、ハインゼ、ヒンチェルマン、 コルドマル王と呼ばれる者も,もいるとしている。最古の記述として、13世紀の文献に出る、山の聖を指す、ラテン語、コブアルデスを紹介するウェイ・フランクリンは、語源としてギリシャ語の、キャベリー、また圧巻を指す、コバロスの可能性を示唆している。細部は省略するが、概ね以下の通りである。嘘をついたことで王に藁を黄金に変える、よう無理難題を命じられた娘の前に、 奇妙な小人が現れる。彼は藁を黄金に変えることと引き換えに、娘に将来生まれる、娘の子供を要求した。娘はそれを承諾し、黄金を受け取る。喜んだ王は、娘と結婚し、やがて子供が生まれた。すると約束通り小人が現れ、子供を要求するが、娘が泣いて頼んだため。 三日以内に名前を当てたら、許してやると約束する。様々な名前を言う娘だが、いずれも違う。晩作つきた娘は四方に人をやって、情報を集めるが、そのうちの一人が何者かの歌う歌を聞いたと、報告した。翌日、現れたコボルトに娘は名前を告げる。まさか当てられるとは思っていなかったコボルトは怒り狂い、力任せに床を踏み抜き、足を取られてしまう。 そして引き抜こうと力を込めたが、足は抜けず、彼の体は、真、ま、二つに裂けて死んでしまった。初版や子供向きの本案では、最後に死ななかったり、仲直りするなどの結末となる場合がある。ヨハン・ボルフガング・フォンゲーテ、ファウストの中で、四大元素を司る四大精霊のうち、土の元素を指すものとして出るほか、コボルトは、剣と魔法を題材としたファンタジーの小説やゲームにも、 登場する。ロールプレイングゲームを創始した、ダンジョンズドラゴンズシリーズがコボルドを採用したのがその講師で、あるが80から90年代頃の同作では、コボルドは臆病だが残酷な、小柄で犬に似た頭部に角を生やし、鱗を持つ、人型生物とされていた。その後に続いた、ゲームファンタジー作品においては、犬のような頭部という側面が強調されたことで、 体毛のある犬のような人型生物という表現もされるようになる。だが2000年に展開が始まったダンジョンズドラゴンズ第3版で、コボルドはドラゴンの血を引くと自称する爬虫類系人型生物として描かれるようになり、それ以降はこのイメージが大きく広がることになった。日本においては、 アメリカからゲーム的ファンタジーが輸入された時期に影響力のあった犬獣人の姿で描かれることが多い。特に、ウィザードリーシリーズにおいて輸入版のイラストレーションを担当した末見順によって犬頭そのものであるように描かれたことは、このイメージのルフに大きく寄与している。コバルトの鉱物にまつわる現象が反映されてか、ダンジョンズドラゴンズでは有能な鉱付とされる。 ソードワールド RPG などの背景世界である、ホーセリアにおいては銀を腐らせるという言い伝えを持つ。これを受けて、ソードワールドと同世界である、ロードス島を舞台にした、水の量、振動ドス島戦記においては、コバルトを釉薬に用いて、陶磁器を作成する描写がある。アルシャードでは、ミスリルをコバルトに変えてしまう魔力を持つとされている。また、新たな解釈として、 蒸気外見から犬のように人懐っこく友好的なモンスターとして描かれる場合もある。リネージにおいては蒸気の犬のような人型生物という外観で棍棒武器として戦うモンスターとして登場している。戦闘力の低い種族として描かれ、序盤においてプレイヤーが少ない被害で倒すことができるという位置づけに置かれている。ちなみにファンタジーのモンスターとしてのコボルトは 英語読みでコボルドと表記されることが多い。ロールプレイングゲームが知られ始めた昭和末期にはロールプレイングゲームを紹介する書籍などにおいてコボルドという動きも見られたが周知が進むにつれ消えていった。また、1970年代には日本でコボルド人形が販売され人気を集めた。プラスチック製で星座によって色が決められていた。 ドイツの森に帰らなければならないため、願いが叶ったら土に埋めるという設定になっていた。2000年以降では、真上県、太市、神々最も弱き反逆者、シーバ、コボルト無双などの和製コボルトを主体とした小説なども発刊されている。ありがとうございます。